OK Google、 シリに今日の予定聞いて。シリに聞け直接。はい、どうもともチャンネルです。まあ、今日やる企画はネオキング牛丼です。まあ、この企画はまあ5時間寝て起きた瞬間にキング牛丼を食べるという企画です。まあ、私ともチャンネル大五郎はなんと18分目指します。で、まあこちらがその商品ですね。まあキング牛丼の器がないので、まあメガ牛丼2つで 1.1 キロっていう形ですね。まあこれは本当に寝起きで大五郎はすぐに完食します。というわけで早速今から寝ていきたいと思います。ではおやすみなさい。牛丼。ともちゃん、ともちゃん、ともちゃん、牛丼でしょ。牛丼ほら急いで。あ、牛丼ほら。はい、いただきます。スタート。はい。やべ、もうちょっと今頭が回んないですね。回んないですね。はい、いいんじゃないですか。結構これはもう頭脳戦ですね。頭脳完璧に。もうこれ頭脳戦、頭を使えと。7たす8は19。頭脳戦ですね。ああ、いけそうだ。でもただタイム的には結構いいですよ、今。今こんな感じですね。この量で今大体8分30秒ですね。30秒です。大体まあ目標タイムの大体半分ぐらい。多分なんですけど、はい、多分自分のこと知ってる、よく知ってる方は、はい、お気づきなんですけど、自分食べるのめちゃくちゃ遅いです。カミングアウトですね、ここで。11分にして自分見てもらえば分かるんですけど、喉がめちゃくちゃ長いんですよ。ここに通るまでがもう分かりますよね、皆さん。時間かかるんですよ。だから口の中でしっかり噛み砕かないと、こっからここに落とせないんですよ。で、2つ目としては、自分は未だに食べ物を飲み込むタイミングが分かってません。ちなみに人間は何年目ですか。人間は、まあ、今の計算でいくと22年目です。未だにつかめない。未だにいつ飲み込めばいいか分かんないです。こういう牛丼とか噛み砕けないやつは。そうそう、本気出しますわ。今何分。今大体12分40秒ですね。あ、余裕や。まあ、巻き返してくれると思うんで、後半にも期待していきましょう。はい、どうでも、ただ、遅くはないんじゃないですか、このタイムは。さあ、意図は何なんだ、意図は何なんだ。1個目完食。約何分。今14分ですね。さあ、目標タイムであと4分5分
寝てるよねそれ。お兄さん寝てるよねそれ。お兄さんほら、お兄さん、お兄さん、お兄さん、寝てるやん。寝てなかった？寝てるよ。とりあえず今もうお肉を分けて、とりあえずご飯も集中狙いでいってます。で、僕はご飯です。僕はご飯です。もうあとここまで行ったんで、もうあとすぐですね、ほんと。まあ30分は多分切れそうなんで、あと今24分、あと6分、25分ですね。30分切りたいですね。ちょっとお腹に相談してみたいと思います。やばいね、ちょっとお腹が膨れ上がってきてる。きつい。もういつも動画で脱いじゃう。ということで、もうラストスパート書きたいと思います。ああ、きつい。くないよ。だってきついって言ったって何も変わんないもん。ダーン！ちょっと、タイムは？記録は27分19秒です。よっしゃー！もう今日はやり終えたんで、あとは家に帰るだけですね。オッケー、グーグル。シリに今日の予定聞いて。シリに聞け、直接。ということで、今回、ネオキング牛丼。本当にこれは、ネオキング牛丼、できる人じゃないと、まあ、こちらの挑戦は、まあ、食材の無駄になってしまうので、まあ、こちらはご遠慮ください。ということで、今回、27分、これを超える企画、これを、以上です。お疲れ様でした。視聴ありがとうございます。チャンネル登録してくれた方、ナイスです。これからもよろしくお願いします。Twitter もフォローしてくれてね。